と羽衣石製インコふーちゃんのレントゲン所見ですね。まあちょっとでもハイヤが少し白いかな、ここ肺機能でも腹部機能は反対にしっかりがエアが入ってますけど、ここは若干白い。心臓の輪郭も若干大きいですね。でもここはくびれてるから肝臓はまあ正常肺の大きさというところですかね、レントゲンでは。なんかちょっとだけ心陰影が大きいかなと思いました。まあ、ついでにその横の子と比べていくと、ね、この子よりもちょっと心臓のサイズがこの羽衣のふーちゃんのが大きいかなと思いました。それとここのハイヤの陰影がちょっと黒く抜けるんだけど、黒くなる抜け方がちょっと少ないかなとは思うけど、なかなかこう難しいところなんですよね、評価は。レントゲン的にはまあ異常はその心臓がちょっと陰影が少し拡大しているというところですね。はい、以上でした。